頑張ってね。1年来の友達ですからね。仲良しです。こんにちは、町田さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ポスクマもよろしくね。よろしく。1年ぶりそうですよね、お久しぶりなんですもんね。そうなんです。すごい楽しみにしてました。はい、ポスクマも町田さんに会えて嬉しいよね近いですね相変わらず近いですね今回はグッズで販売しているさまざまなアイテムを身につけてくださっているということでご紹介いただいてよろしいですか。はい、ね、やっぱりこのチェック柄ですよね。はい、そしてここにも実は入ってるんですけど、なんとポスクマ隠れております喜んでますね、ポスクマも。あとは、はい、あと腕時計ですね素敵ですよね。これ白と紺があるんですが、白を着用していただいておりまして、はい、そうですね。これは自転車に乗ってるポスクマですか。そうですね。で、あの秒針がこれ蜂ですかねなってて、すごい可愛らしいデザインですね。はい、とってもお似合いです。ありがとうございます。さらにこうポイントで日本指カラーの赤も差し色です。はい、やっぱりこだわりますよね、町田さん。いや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 、あの天才の、スタイリストさんもいらっしゃいますので、助かっております。いや本当に素敵です今回町田さんが身につけてくださったお衣装や、その他の今回のオリジナルグッズに使用されている、はい、タータンチェック柄なんですが、昨年のコラボカフェで販売されるグッズのために作成された日本郵便オリジナルのデザインなんです。ポスクマ&フレンズカラフルタータンおよびポスクマタータンとして、スコットランドタータン登記所にそれぞれ正式に登録されているというものなんです。いいですね、素敵なタータンチェックですよね。そうですね、はい、去年はねちょっと赤ベースのチェック柄でしたけども、今年はすごい爽やかな白で非常にね可愛らしくて品があってお気に入りです。はい、もうこう男女問わず使えるデザインですよね。そうですね、はい、ポスクマもこの10年でもうたくさんのお友達ができて、たくさんのお手紙を届けたよね。これからもたくさんのお手紙を届けていこうね。頑張ってね。もうぴったりですね、ポスクマとのコンビで。まあもうはいね、1年来の友達ですからね。仲良しです。さあそしてここからは10周年記念のグッズやおすすめグッズも紹介していきたいと思います。あ、ポスクマもしかしてお手伝いしてくれるのかな。はい、それではポスクマグッズを持ってきてください。お願いします。はい、さあ持ってきてくれました。ありがとう。ポスクマがポスクマに押されている、ね、かわいい。さあお手伝いありがとう。うん、たくさんあるんですが、ね、はい、今年もたくさんありますね。そうなんです。いかがでしょうか。どれも可愛いですね。タンブラーとかはね現場でも使えそうですしね、絵本とかもね、お子さんとかと一緒にこう楽しめたりとか、すごく、ね、良さそうな、全部ねひらがなで書いてあったりするのも可愛いですし。いやもうさすがですね。ぜひですねご注目いただきたいグッズの一つで、うん、その絵本でしたので、はい、お手に取っていただいてよろしいでしょうか。こちらですか。はい、はい、ポスクマ2作目の絵本ということで、ポスクマのお手紙旅行なんですが、今回のグッズと一緒に販売されています。中見ていただけますか。はい、じゃあ、かわいいですね、こういう感じで。はい、はい、あの今回はポスクマと迷路や探し絵で遊びながら手紙のことを学べる絵本ということで。本当だ、こういう感じですね。はい、そうなんです。見ますか ね、お子さんと一緒にやったら楽しいですよ ね。本当ですね。はい、ありがとうございます。ぜひたくさんの方に手に取っていただきたいと思います。